日本語クラスへようこそ。みなさんこんにちは。ようこそふーちゃんネットスクールへ。大家好，欢迎来到呼叫网校。我是大家的卡奥利先生，香香老师。今天我们继续讲新编日语第十五课的内容。首先来回顾一下上节课的内容。上节课我们复习了日语当中助词、助动词、形式体言的用法。首先我们复习了助词的用法。首先复习的是格助词有理的用法，它表示比较的对象。其次是助词と，做格助词时表示动作对象，做并列助词表示列举，做副助词表示称谓或内容，准体助词の代替前面出现过的名词，助词から做格助词表示起始点，做接续助词表示原因，接续助词ので同样是表示原因，跟から相比更加强调客观。副助词だけ表示限定，并列助词とか表示列举。接下来我们又复习了动词的活用型、耐型和抑制型，然后我们又复习了三个助动词的用法，分别是表示否定的耐、表示想要希望的太、以及抑制型よう的用法。最后我们复习了形式体言のこと，以及表示打算计划的つもり，表示目的的ために的用法。好，上节课的回顾就到这里，这节课我们要来复习一下本单元学过的句型，那一起来看一下。首先是わ和が的用法。首先在包含对象语的句子里，わ要跟在主语的后面，而が要接续在对象语的后面。还记得哪些词要接续对象语吗？对象语要接续表示感觉、情感、好恶、巧拙、需要、明白、可能等这样的词语。比如说，私は音楽が好きです。我喜欢音乐。彼はテニスが上手です。他网球打得很好。这是主语和对象语的用法。此外，わ和が还可以用来表示大主语和小主语。大主语的后面用わ，小主语后面用が。比如说，私は髪が長いです。我的头发很长。私是大主语，髪是小主语。彼は頭がいいです。他的头脑很聪明。彼是大主语，頭是小主语，同样也是用わ和が来表示。好，这个句型我们就复习到这里。下面来看一看第二个句型。A と B とどちらが何々ですか？ A 和 B 哪个更怎么怎么样？那我们回答的时候应该怎么说呢？何々の方が何々です。比如说，テニスとバドミントンとどちらが上手ですか？回答：バドミントンよりテニスの方が上手です。跟羽毛球相比，网球打得更好。下面来看一下表示变化的なる的用法。首先是名词加なる表示变化，这个时候要在名词的后面加に，再加なる。比如，他成为了一名医生。彼は医者になりました。快到六点了。そろそろ六時になります。接下来我们看一看形容词。形容词表示变化，应该把词尾的一变为く，再加なる。比如天气变凉了。天気が寒くなりました。人变多了。人が多くなりました。而形容动词是要在词干的后面加に，再加なる。比如番組の内容が豊かになりました。节目的内容变丰富了。公演は
静かになりました。公園便安静了。下面我们来看 A 某 B 某这个句型，表示的是 A 和 B 全都怎么怎么样。比如，父も母も先生です。父亲和母亲都是老师。中華料理も日本料理も好きです。中餐和日料都很喜欢。当然，我们也可以说成否定。中華料理も日本料理も好きではありません。中餐和日料我都不喜欢。下一个语法，疑问词加 demo 或 mo 的用法。加 demo 的时候，后续肯定，表示全面肯定。比如 ，sports は何でも好きです。体育运动我什么都喜欢。誰でも知っています。谁都知道。而后续 mo 的时候，如果加肯定，则表示全面肯定；如果加否定，就表示全面否定。比如，リンゴはどれも一つ百円です。苹果哪种都是一个一百块钱。教室には誰もいません。教室里一个人也没有。朝は何も食べませんでした。早上什么也没吃。我们就记住，表示全面否定，只可以用も，而不能用でも。下一个语法，是表示请求要求的 てください。它的意思是要求对方做某事。更加委婉的说法还可以说成 てくださいませんか。它接续的是动词的 て 形。比如ちょっと待ってください。请稍等一下。これを読んでください。请读这个。那么如果我想说请你不要做某事。就要说ないでください。ないでください、接续动词的ない形。比如行かないでください、请不要走。無理をしないでください、请不要勉强。接下来是でも意，表示允许可以做某事，也可以说成でもよい、でもよろしい、でもかまわない、でも大丈夫です等等。它同样是接续动词的て形。如果是形容词的话，要把词尾的い变为く。形容动词的词干加でも，名词也是加でも。比如，時間を延ばしてもいいです。可以延长时间。明日でもいいです。明天也可以。高くてもいいです。贵一点也可以。跟它相反的是なくてもいい这个句型，表示不用做某事，不做什么事情也可以。接续动词的ない形，形容词同样是把词尾的い变为く，而形容动词和名词呢，要用でなくてもいい这个形式。比如说，今日は宿題を出さなくてもいいです。今天不用交作业。理想でなくてもいいです。不是小理也可以。下一个句型是表示禁止的てはいけません。它的意思是不许做某事。接续方法是动词的て形，形容词词尾一变为く再加て，形容动词词干加で。比如说子供はお酒を飲んではいけません。小孩子不可以喝酒。試験中、カンニングをしてはいけません。考试的时候不允许作弊。跟他相反的是なくてはいけません。不能不做某事，也就是必须做某事。这个句型还有很多的其他说法。其中之一就是なければなりません。那么なくてはいけません和なければなりません意思基本相同，但是它们的区别在于いけません更加主观一些，用于向对方提一种建议，而なりません更加客观，强调的是由于有某种客观条件的约束而不得不做某事。接续方法是动词的ない形，
形容詞以变为く、形容動詞和名詞じゃでなくてはいけません。比如、今日は宿題を出さなくてはいけません。今天必须交作业。学生ですから勉強しなければなりません。因为是学生，所以必须学习。这句话强调的是一个客观的事实。料理は美味しくなければなりません。饭菜不好吃可不行。好，本单元的语法我们就先复习到这里，剩下的几个语法下节课再继续复习。皆さん、練習の時間ですよ。ちょっと練習しようね。接下来我们要一起学习绘画的内容。先来跟老师读一下绘画的前半部分。すみません。アルバイトを探したいのですが。紹介してくださいませんか。はい、どうぞおかけください。どうもありがとうございます。お名前は何と言いますか。電国営と言います。電さん、まずこの申し込み書を書いてください。はい、ボールペンで書いても構いませんか。いいえ、ボールペンを使わないでください。万年筆で丁寧に書いてください。はい、ちょっと書き方がよくわかりませんから教えてください。はい、どうぞ何でも聞いてください。住所と連絡先はどう書くのですか？住所と連絡先は書かなくてもいいです。特にというところはどういう意味ですか？パソコンができるとか、車の運転ができるとかという意味です。得意な学科はどう書くのですか？できる外国語を書いてください。英語も日本語もできますが、
どちらを書きますか？どちらが先行ですか？日本語が先行です。じゃあ、日本語と書いてください。趣味はどう書くのですか？あなたの好きなことを書いてください。あなたは何が好きですか？音楽が好きです。あまり上手じゃありませんが、ピアノができます。スポーツはどうですか？スポーツは見ることは好きですが、やることはあまり好きじゃありません。じゃあ、趣味は音楽と書いてください。好，我们来看一下这一部分的内容。首先，蓮さん说：“すみません、アルバイトを探したいのですが、紹介してくださいませんか？”のです表示解释说明。くださいませんか是ください比较客气的说法。您能帮我做一件什么事情吗？不好意思，我想找一份打工，您能帮我介绍一下吗？はい、どうぞおかけください。おかけください是请坐的意思。どうもありがとうございます。非常感谢。お名前は何と言いますか？你叫什么名字？这里面と言います表示的是称谓。田国へと言います。我叫田国荣。田さん、まずこの申し込み書を書いてください。田同学、你先填一下这份申请书。はい、ボールペンで書いても構いませんか？好的、我可以用圆珠笔填吗？这里面的でも構いません、还有什么其他的说法吗？我们也可以说成でもいいですか？でも大丈夫ですか？いいえ、ボールペンを使わないでください。不行、请不要使用圆珠笔。那我如果说不可以使用圆珠笔。应该怎么说呢？ボールペンを使ってはいけません。万年筆で丁寧に書いてください。丁寧、我们在单词里讲过了。这里面表示仔细的、认真的。请你用钢笔认真填写。はい。ちょっと書き方がよくわかりませんから教えてください。から、在这里做接续助词。表示因果。我不太明白怎么写，请你告诉我。はい、どうぞ何でも聞いてください。でも加在疑问词的后面，表示全面肯定。好的，你什么都可以问。住所と連絡先はどう書くのですか？どうですか？表示要求别人进行详细的解释说明。地址和联系方式应该怎么写呢？住所と連絡先は書かなくてもいいです。なくてもいい表示不必做某事。地址和联系方法可以不写。特技というところはどういう意味ですか？那特技这个地方指的是什么呢？这里面的特技というところ意思是写作特技的这一栏。パソコンができるとか車の運転ができるとかという意味です。とかとか表示列举，前面要加动词的连体形。比如会用电脑啊，会开车等等。特意な学科はどう書くのですか？
那擅长的学科应该怎么写呢？できる外国語を書いてください。写你会说的外语。英語も日本語もできますが、どちらを書きますか？ A も B も表示两者都怎么怎么样。英语和日语我都会，应该写哪个呢？どちらが先行ですか？哪个是你的专业？注意是疑问词，后面应该用が。日本語が先行です。日语是专业。じゃあ、日本語と書いてください。那你就写日语吧。趣味はどう書くのですか？兴趣应该怎么写？あなたの好きなことを書いてください。写你喜欢的东西。あなたは何が好きですか？你喜欢什么？音楽が好きです。喜欢音乐。あまり上手じゃありませんが、ピアノができます。我还会弹钢琴，虽然弹得不太好。が表示转折。スポーツはどうですか？那你运动怎么样？スポーツは見ることは好きですが、やることはあまり好きじゃありません。前后两句同样是转折的关系，分别使用了两个は来表示对比。体育运动我倒是很喜欢看，但是自己不喜欢去做。じゃあ趣味は音楽で書いてください。那你的爱好就写音乐吧。好，我们来看一下这部分有哪些实用短句。首先是アルバイトを探したいのですが、紹介してくださいませんか。第二句、ちょっと書き方がよくわかりませんから教えてください。我们拜托别人的时候可以用这些句型。当我们被别人拜托的时候，我们可以说どうぞ何でも聞いてください。你随便问吧。第四句、趣味はどう書くのですか。最后一句、特技というところはどういう意味ですか。当我们不明白一个词或者一个句子的意思的时候，就可以问别人これはどういう意味ですか。好，前半部分我们就讲到这里，下面跟老师朗读一下绘画后半部分的内容。志望の動機というところはどういう意味ですか？応募理由という意味です。例えば、お金が欲しいとか、好きな仕事をしたいとか、実力を身につけたいとか、そういう意味です。私はお金よりも実力を身につけたいのです。じゃあ、そう書いてください。すみません。アルバイト募集の広告をちょっと見せてください。はい、どうぞ見てください。レンさんはどんな仕事をしたいのですか？日本語を使う仕事をしたいと思います。日本語を使う仕事は、翻訳とか、通訳とか。日本語教師とか、いろいろあります。最近、通訳をやりたい人が多いですが、あなたはどうですか？私は日本語を教える仕事をしたいのです。通訳は
やりたくありません。どうしてですか？私は将来、日本語教師になろうと考えていますから。今、少し体験したいと思います。アルバイトの時間は大抵土曜日と日曜日ですが、どちらがいいですか？日曜日より土曜日の方がいいです。失礼ですが、時給はいくらですか？時給は50元ですが、いかがですか？はい、結構です。でも、交通費は出ますか？はい、交通費も出しますよ。じゃあ、日本語研修学校と連絡してから。すぐあなたに知らせます。よろしくお願いします。好，我们来看一下这一部分。店さん、继续问。志望の動機というところはどういう意味ですか？那你希望做这个工作的动机应该怎么写呢？応募理由という意味です。也就是写你应聘的理由。例えば、お金が欲しいとか、好きな仕事をしたいとか、実力を身につけたいとか、そういう意味です。这里面又用了三个とか来列举这些应聘的理由。比如有的人是お金が欲しい，想要钱。有的人呢，好きな仕事をしたい，想从事自己喜欢的工作。有的人是実力を身につけたい，身につける，掌握一种知识或技能。実力を身につける，提高自己的实力。店想回答道，私はお金よりも実力を身につけたいのです。よりも是よりの強調形式。比起前来、我更想要提高自己的能力。じゃあ、そう書いてください。那你就这样写吧。すみません。アルバイト募集の広告をちょっと見せてください。不好意思。您再给我看一下、招聘打工者的广告吧。はい。どうぞ見てください。好的、你看一下吧。レンさんはどんな仕事をしたいのですか？小田、你想做什么样的工作？日本語を使う仕事をしたいと思います。我想从事能用到日语的工作。日本語を使う仕事は翻訳とか通訳とか日本語教師とかいろいろあります。能用到日语的工作有很多。比如笔译、口译、日语教师等等。最近、通訳をやりたい人が多いですが、あなたはどうですか？最近、有很多人想当口译。你怎么样？私は、日本語を教える仕事をしたいのです。我想从事教日语的工作。通訳は、やりたくありません。たくない、是たいの否定形式。
我不想要当口译。どうしてですか？为什么呢？私は将来日本語教師になろうと考えていますから、今少し体験したいと思います。ようと考えています。表示一种意志。我将来打算当一名日语教师，所以我现在想先体验一下。アルバイトの時間は大抵土曜日と日曜日ですが、どちらがいいですか？打工的时间基本上是周六日，哪天更好呢？日曜日より土曜日の方がいいです。比起周日来，周六更好。失礼ですが、時給はいくらですか？不好意思，我想问一下，每小时的工资是多少？時給は50元ですが、いかがですか？每小时50块钱，怎么样？はい、結構です。好的，可以。也可以说、はい、いいです。はい、大丈夫です。でも、交通費は出ますか？不过、我也能得到交通费吗？翻译得更自然一点，就是你们可以报销交通费吗？はい、交通費も出しますよ。注意这里面出读作出します，而不是出ます，因为它后面的送假名し，这里面出す。上一句是出る，是出す呢？哎，上一句的主语是交通費，交通费，交通费。你们这个时候我们用，而这一句的主语虽然省略掉了。是我们公司。私たちは交通費を出します。我们会给大家出交通费。所以这个地方用的是他动词出す。じゃあ日本語研修学校と連絡してからすぐあなたに知らせます。てから表示先后的顺序。誰々に知らせます。通知谁的意思。那我们先跟日语研修学校联系一下，马上通知你。よろしくお願いします。那就麻烦您了。好，我们来看一下这一部分的实用短句。首先是日本語を使う仕事をしたいと思います。第二句、私は将来日本語教師になろうと考えていますから、今少し体験したいと思います。第三句。失礼ですが、時給はいくらですか？第四句、交通費は出ますか？最後一句、日本語研修学校と連絡してから、すぐあなたに知らせます。好、本节课的绘画、我们就讲到这里。再来回顾一下、今天所讲的主要内容吧。今天、我们复习了本单元所学的一些句型。首先是哇啊，表示对象语或者大主语小主语的用法。然后是 A と B とどちらが何々ですか，这个比较的句型。接下来我们又复习了なる，表示变化的说法。名词、形容词、形容动词分别是怎么接续的，大家要搞清楚。接下来是 A も B も，表示两者都。然后是疑问词加 demo 或 mo， 表示全面肯定或否定的说法。接下来是六个句型 ：te kudasai， 请做某事 ；nai de kudasai， 请不要做某事 ；demo i， 可以做某事 ；naku demo i， 不必做某事 ；te wa ikemasen， 禁止做某事 ；naku de wa ikemasen， 或者 nakureba narimasen， 必须做某事。好。我们今天的内容就复习到这里。皆さん、練習の時間ですよ。ちょっと練習しようね。
今天的作业，一是熟读绘画，二是背诵实用短句，三是继续复习语法。我们下节课还有一部分的语法要复习，最后预习读解文的内容。好，今天的课就上到这里。皆さん、お疲れ様でした。またね。皆さん、お疲れ様でした。またお会いしましょう。それが君だ。